その気分超来る。私も一回ラッキー暮らしたことあるらしいけど、どうなったの？通知来なかったんです。え、嘘、うん、それ違うんじゃない？自分じゃんってさ、隣か後ろの人か前の人なんじゃない？来ないってことはないと思う。昔はなんか結構トラブルとかで来ないってあったらしい。あ、相当昔の話だよ。それどんぐらい前に？相当やと思うよ。何十年とか、うん、最近のはもうさすがにデジタルでやるから。時代に命拾いしちゃったやつか、その人だしょうね。心臓に悪いだろうな、うん、これさらにね、遠いね。ホプミンに、実際の標識や交通規則に従って今日山々ルートで行きます。まもなく有料道路入り口です。実際が行かないの山々ルート、もう行くことねえだろうって言った道行きます。うん、大体分かったでしょ。うん、薄いじゃねえや、白石峠だっけ。うん、白石峠というか何峠って言うんだろうね。なんだっけ、あの辺いっぱい峠の名前って思い出せない。小丸のあの峠だいたい、こういう国道はやっぱり60キロ制限ですね。夏休みも入ったから、あれだよ、移動式オービス増えてんじゃね。ね、見たことないけどね。ないね。マジでさ、ヤビスとか絶対置いてほしいよ。タラがいっぱい置いといてくれよって思う。書いてあるけど実際52キロとかそんぐらいらしい。
書いてるメーターよりは気持ち低い。そう、まあそれの方がいいだろうね。駄菓子みたいなもんだ。だから80キロする80キロ出てますよって感じになるけど、実際は72キロぐらいとか、そんな感じらしい。まあと言ってもね、そのメーターがね、いや本当に実際に80キロ出しちゃったら本当に危ないから、うん、制御してるんでしょ。でもこれはオービス。オービスを見つけるのは楽しいことです。
か左の子でチラチラしたのなんだろうなと思ったけど、反射板だった。